大海から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて大海に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。かかってこい。シサンドラ出して侍。ウカ。ここは志村様のお城を乗っ取ったからあんな目に遭うのです。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。加減はせんぞ。
私らの精鋭を出せ。En havas harvat mais is sein harna. Ten harraj, ven. Nas un bolgom. Un horas tek ten twe. Ano. Al hier. Der hat biats mit tu. Herre Feber. La. Thank you.
血を抜き、ダムカーオセルメッソウカそこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見えの道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは分けが違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。
よし。木こりの宿営に向かおう。